こんばんは。今日は皆さん見覚えあるかな、スニーカーダークということで荷物が届きました。開けちゃいたいと思います。ここら辺で歯が中箱まで届きそうだったので、皆さん開けるときに気をつけてください。こんなんで買うのって実は2回目か3回目ぐらい。ということで、今回購入したスニーカーはこちら。じゃーん。わかる人はわかるかな。ちょっとギッチギチやな。確かにこれだと緩衝材もいらない。じゃん。これ分かる人は分かるかな。メイドインベトナム、ベトナムか。ということで今回購入したのは、じゃん、包装紙がスニーカーダンクじゃない。これあれなのかな、純正なのかな。スニーカーダンクということで、今回購入したのは AJ2 シカゴになります。よいしょ。包装紙はこれだけだった。で、ついているのがこれ、ナイキエア。読める人頑張って読んでください。ナイキ has spent years perfecting its airsole and running shoes. Now, major technological breaks. はい、あとは、なんか出てきた。ああ、こういう構造ですよっていう説明書ですかね。上下逆なのはあれか、言語が違うのか。言語が違いますねっていうのが入っていて、でこれはもうスニダンのステッカーですね。これ何枚目だろうか。そしてじゃーん、なんかちょっと白い AJ2 シカゴのウィメンズモデルですね。エアジョーダンのキーホルダー、キーホルダー。これはすぐくしゃくしゃになりそうなんで取っちゃいます。あ、これ結構ギリギリ。あ、これゴムになってる。よいしょ。エアジョーダンのロゴと裏にナイキエア。ということで、はい、スニーカーダンク、スニダンのキーホルダーですね。いりません。はい、ということで今回こうなんか黒いのついてた。今回購入したのは AJ2 シカゴのメンズモデルではなくウィメンズモデルです。はい、ということでサイズは28ですね。広瀬すずさんが着用してたモデルです。見ていきますか。ちょっとこれ邪魔なんで右足にしますね。うん、あ、なんかソールの感じもなんかここ不思議ですね。
もう全部皮。なんかここにも穴が開いてる。でこれラバー生地ですね。なんかいざ目の前に来るとちょっと感動というか、シカゴっていうところと、なんかのり付けがすごいなこれ。なんか中国とベトナムだったらベトナムの方がクオリティが悪いとは聞きましたけど、海苔とかすごい。しかもこれあれなのかな、部屋で試し履きしてなんか汚れたとかなのかな、勘弁してほしいな。見ていくと、まあ、もう皮上品な皮で、ここがこういうなんていうの加工になってて、でシューホールもなんかあれなんですね、丸いのがついてる。で後ろ行くと、そう AJ2 の特徴ですかね、ラバー樹脂かなって、これ刺繍じゃないんですね。ぐるっといって、でシューレースは一般的な黒の平紐でですね。ちょっとシュータンがしっかりとした革すぎて触るのが怖い。時期飛べるかな。飛べる。よいしょ。誰かが剥がしてますね。柔らかい一般的なインソールって感じです。でこの辺はなんていうんですかね、裏起毛っていう。感じになってます。で内側に特にこれっていう機能というかあれはないですね。でセンチでいうと28センチとなってます。なんかノリが甘いはこれで3足目ですかね。ユニオン に先日動画であげた218ですけど18か。ちなみにソール裏はこんな感じ、シカゴの配色ですね。かわいい、横から見ても赤が入っててかわいいっす。これはなかなか履いていくの怖いな。ちなみに左足です。特に違いはないかな。このノリすごくないですか。裏もカラーパターン的なのは変わらず、インソールはあれですね、なんていうんですか、コーションラベルみたいなのが、よいしょ、貼ってあると。でこれ黒タグついてないの、国内の正規店っていうよりは海外の店で買ったやつって感じなんですかね。なんかたまに YouTuber さん、なんかこれ見るとそんな、これ見た時にそんな感じしたんですよね。なので黒タグはついていない、なんか YouTuber さんによってはこの黒タグが付きを求めてるっていう、やられてる人がいてすげえなって思うんですけど、まあコレクションにしたい人はどうしてもそうなっちゃうんですよね。ちなみにこっちのインソールは綺麗です。無理して剥がさないでほしい本当に。で状態的にはちょっとここに汚れ、ここにちょっと元ある程度取れたけど黒い汚れぐらいかな。以前届いたやつ結構ひどいのが届いたんでね、新品って書いてあったのに、あれは結構ショックでしたけど、大丈夫そうかな。まあまあまあ、ナイキクオリティなんで多少はって言いたくないんですけどね、高
い金払ってるんだから、ね、新品をしっかりしたものを作ってほしいっていうのが正直なところなんで、うん、はい、よいしょ、着用したらこんな感じです。うん、28なんですけど、ここ3つなんですね。でシューレースはきつく縛れば多分ここ全然届くんですけど、うん、なんかちょっと長さ足りてないかな。まあ結んで履くんだったらここの上までじゃなくて下の方まで、ね、止めておいた方がいいのかなって感じです。うん、かわいい黒のシューレースが締まっていい感じですね。引き立てです。ただ今回買い紐とかないんですね。ちょっとアレンジしてみてもいいかもしれない。いやー、履き心地はウィメンズの28でちょうど良さそうです。ちょっとだけ、ちょっと今脱げてるんであれですけど、ちょっとだけ意外とここが余裕あるかな。なんでまあインソール入れたらピッタピタって感じな気もします。あとはまあ今ちゃんと閉まってないんであれですけど、うん、思ってたよりいい。さすがシカって気がします。うん、かわいい。よいしょ、こんな感じで、うん、正面から見てもかわいくないですか。まあ、ちょっと適当に結んだだけなんであれですけど、うん、J2 のシカゴ、これは、ウィメンズか、今回珍しくて普通のメンズがあってウィメンズがあって、GS ガールズサイドにキッズとあれかな、うん、っていうのがある。まあ、ちょっとサイズ展開がいつもより1個多いような形だったんですけど、まあなぜかウィメンズの方がメンズよりちょっと安かったっていうのもあって今回はウィメンズで購入しました。ウィメンズだからどうとかって私こだわりないんで、持ってて履ければいいじゃんっていうのは、皆さん今更気づいたんですけど、ここなんでしょう、バッシュらしい裏起毛というかふかふかの生地なんですけど、シューターの上だけここ材質違うんだ。なんだろう、メッシュっていうのか、なんだろう、なんでだろう、履き心地がいいのかな、破れないようにとかかな、毛玉が目立たないとか、うん、意図は分かりませんけど、うん、かわいい。皆さんぜひおすすめです。シカゴの中では買いやすい値段です。これも2段で定価プラスちょっと出したぐらいで買えましたんで、皆さんもぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。あ、チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。ありがとうございます。